バスケチャンネル3です。今回はですね、俺の趣味の一つでもあるお絵描きについてなんですけども、俺の動画を見てもらうと分かりますけれども、学生のうちはそれこそね、果物とか、猫とかね、描いてる人多いんですけども、それをですね、大人になって描いてる人いるんですが、一つも面白くなくて、ということで俺は、面白くないから可愛い女の子ばっかし描いてて、最近は乃木とかワーチシクスばっかり描いてるんですけども、ネタとしてはですね、一番割と最近では、割と最近でもないけど、AKB を描こうとしたんです。 AKB 描こうとした時に乃木坂のメンバーがね、こう描きたくなって乃木坂ばっかし描いてたらですね、ちょっと機会を逃してしまったというか、AKB の、前世紀の頃から AKB ずっとね、見てはいたんですけれども、お絵かきをしようと思ってね、考え出した頃にはで、ちょっと、ね、乃木坂の方をね、描き出してしまって、機会をね、逃してしまったというか、これはもうお絵描きしてる人しか分かりません、分からないかもしれませんけども、ちょっとね、機会を逃すと、こう描けなくなっちゃう。全盛期はほら、テレビとか、それこそね、出てるから、それ見て、じゃあ描こうとか感じなんですけども、それからだいぶ経ってるとね、資料は仮に、あったとしても、なんかね、うまくこう描けないんじゃないかなという思いもこう出てきちゃって描けないで。その中なんとかこうね書いたのは、前田あっちゃん、あと山本ね、さやかさん、さやねと、あと割と、2年ぐらい前かなにパルルやっと書いて、あとともちんはこう書いて、あとさしこ2回ぐらい書いて、であとちょっとあとリリポン好きだったので笑いが出ちゃいましたけど、書いてとかぐらいなんですが、要は全盛期のね、神セブンは書いてないメンバー多いんです。それこそね、もう結婚しちゃったけども、マリコ様とか、あとね、大島優子さんとか、と宮田彩さんとか、写真集も買ってね、ちょっとなんかいい、ね、ネタとしていいないかなと思ったんだけどね、そのままなんですよ。で今この眉はね、最近朝のね、連続テレ小説のね、夏空出てるので、今の感じとかこう書けないかなっていうふうには思い、立ってるんですけども、一応ネタとしてね、この写真集も買ってみたんですけども、全然ちょっとここじゃないなっていうのあって書いてない。書きたいなっていうの、どっちかっていうと、大島優子さんの方ですね。さやねの方はこう絵になるので、一回書いて、まだもうちょっと書けそうなんですけど、何度も言ってますけど、書けるそうな絵と書けない、書けそうな人物と書けない人物とかってね、いたりするんですね。苦手と言いますかね。想像してみると、ちょっとうまくできない、表現できないんじゃないかなっていうメンバーがいたりして、こうね、躊躇してしまったりしてしまったりしてるんですけども、そんなことではいけないからね、どんどん挑戦 しようと思ってまして、さらにね、書く機会を逃さないように、今ならまだこう間に合うということで、ちょっとまだその AKB のね、当時のね、神セブンメンバー、もちろん今現在のね、新しいメンバーでも もちろんね、書きたい、メンバーもね、いますからね、これからもね、ちょっと書こうと思ってるんですけど、今そういうわけでって、知らない人いますけど、お絵かき講座やっててね、2つもやってるので、ちょっと時間がないんです。だから本格的に書き出すのはそれこそ秋ぐらいになっちゃうかもしれませんけども、そのぐらいになったら、いろいろ考えて、書きたいと思います。ということで、今回は AKB のメンバーね、書きたい
のはあのこう山々なんですけども、ちょっと、ね、乃木坂の方を変えて先に変えてしまってるうちにちょっと機会を逃してね、まだ変えてないメンバーが結構いるので、まあ、これからちょっと変えてみたいなというお話でした。この動画が面白いと思ったらグッドボタンもしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。